ご乗車ありがとうございます。お兄ちゃんちょっといい？なんすか？いつも見ない顔だけど定期は自分のかな？あ、そうっすよ。藤崎祐樹くんかな？あ、はい。学生証あるかな？え、ないっす。じゃあ先生に確認してもいいかな？あ、すいません、友達のっす。うん、学校に連絡しとくね。木崎、なんでお前がそんな卑怯な真似をしたんだよ。電車賃浮かせたくて。さっき先生が駅員さんに謝りに行ったけど、お前嘘もついたそうだな。金がないなら先生がちょっとぐらいやるよ。だからお前はもっとお前らしく素直に生きろ。はい、ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。お客様ちょっといいですか？何ですか？お持ちの乗車券を拝見させてもらってもいいですか？あ、定期券です。ちょっと確認しますね。え、今日は乗り越してきた感じですか？はい、そうです。ちょっと用事があって。お客様、乗車駅での入場データばかりで出場してるデータがないのですが、どういうことでしょうか？出場のデータって何ですか？定期券なら行き来が自由だと思ってますか？定期券にもしっかりとデータは残ってるんですよ。え、あ、そうなんですね。ざっと見る感じ1ヶ月ほど入場だけして降りる駅で強行突破を繰り返してますね。いや違うんです、出る時だけなんかうまくいかなくて。1ヶ月もですか？いや、そのこれは非常に悪質で計画的な不正乗車です。罰則金として3倍運賃をいただきます。そんな。もちろん過去の分も含めて清算させていただきます。さらにお客様の会社にも連絡させていただきますね。終わったー。ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか？今着いた新幹線にどうしても乗りたいんだけど。切符はお持ちですか？まだ持ってないんだよ。あー、じゃあ今回は特別に降りる駅で清算してください。ありがとうな。お気をつけて。おいおいおい、あいつ前もギリギリで乗ってきたぞ。え、そうなんですか？もしかすると不正の常習犯かもしれねえな。念のため降車駅に連絡しとけ。わかりました。すいません、申請をお願いします。かしこまりました。どちらからお越しですか？新横浜です。駅員さんから証明書をもらえませんでしたか？あー、急いでてからどっかで落としちまったな。なるほど。ちなみに2時間ほど前に岐阜羽島駅から乗車されたお客様が切符を持っていないと連絡が来たのですが、他の駅からは特に連絡がないんですが。え？新横浜駅の駅員さんが忘れていたんですかね？そうじゃねえか。しかも新横浜だったらそんなに急がなくても新幹線が来たはずですよ。いや、まあ急いでたからな。ちなみにお客様がギリギリに乗車される際に渡された証明書なんですけども、いつどこで誰に何枚発行されたのかデータも残ってるんですよ。え、あ、そうなのか。駅にはたくさんの防犯カメラもあるんですよ。ああ、嘘だよ、嘘だ。ごめんな。本当は岐阜羽島から乗ったんだよ。許してくれ。過去にも同じようなことしましたよね。いや、そんなことは。また嘘をつくんですか？すいません、やりました。ここからは警察の方と一緒に話しましょう。終わった。ただいまから切符の拝見をいたします。拝見しますね。はい。なんか不自然な見せ方だな。お客様、一度お預かりしてもよろしいですか？え、ああ、はい。やっぱりか。俺も鬼じゃないけどルールだからな。お客様、ごめんなさい、前の定期です。ですよね、1年前に無効になっている定期です。ごめんなさい。分かっててやってたんですか？ごめんなさい、バレないと思って。ではキセル乗車ですので罰金を払っていただきます。今日からちゃんと払います。罰金は許してください。いいえ、ルールですので。いくらですか？乗った区間の往復かける12ヶ月、これの3倍運賃ですので165万です。ご乗車ありがとうございます。お客様、エラーになってますのでこちらへお越しください。くそ、人が多すぎて見失った。ん？免許証？ふー、ご乗車ありがとうございました。すいません。はい、清算してもらっていいですか？かしこまりました。あ、 IC カードで来られた場合ですとタッチしていただければ出られますよ。いや、乗るときにタッチがうまくできてなくて。ん？
どうしてまだタッチしてないのにわかるんですか？いや、多分そうだろうなって思いまして。そうですか。ではどちらから来られたんですか？新城駅です。新城？新城です。新城ではないんですか？あ、新城だよく間違えちゃうんですよねあのお客様、先ほどタッチがうまくいかなかったと言いましたよね。はい。新城駅には自動改札がないんですよ。え？どんどんボロが出てきたわ。お客様、たくあん太郎さんですよね。え？ああ、はい。免許証が名古屋駅に落ちていたみたいなんですけど、心当たりは？え？ああ、なんでですかね。事務室でゆっくりとお聞きしますね。爪が甘いんだよバーカ。お客様はちょっといいですか？何ですか？お客様は今学生さんですか？いえ、3月で卒業して今は社会人です。それはおめでとうございます。あ、ありがとうございます。ところで今お使いの通学定期券はもう使えないですよ。え、まだ期間残ってますよ。学生扱いは3月31日までです。それ以降は社会人ですね。通勤定期となります。じゃあどうなるんですか？この場合、資格損失後使用として不正乗車扱いとなりますので、3倍運賃のご請求となります。いや、だって分かんなかったんですよ。拒否する場合は警察を呼びますよ。最悪の場合、詐欺罪または迷惑行為防止条例違反で検挙となりますよ。ちょっと待ってくださいよ。ということもありますので気をつけてくださいね。あ、はいびっくりしました。人生終わったかと思いましたよそれじゃあ3倍運賃いただきますね。また冗談ですよね。払ってください。ご乗車ありがとうございます。ん？ちょっとお客様お待ちくださいそんな急いでどうしたんですか？急いでんだよ、どけ。ちょっと待ってください。なんだよ。私、鉄道警察。え？事務室までご同行願えますか？え？何もしてねえよ。ゆっくり話は聞きますので。ご苦労様です。お客様、どうしてさっきは逃げたんですか？急いでんだよ。急いでる人はこんなことしないんですよ。何のことだよ。先ほど改札の人を感知する黒いセンサーの部分を本で隠し強行突破しましたよね。あ、切符入れてはふざけんじゃねえ。改札のデータも残っていますし、見ていたのは僕だけじゃありませんよ。ああ、払うよ。これ藤枝から。まあ落ち着いてください。しっかりと罰を用意しておりますので。あ、兄貴、俺夏休みは長野帰るからさ、俺の定期使っちゃっていいからね。ああ、じゃあ明日使うわ。ご乗車ありがとうございます。ん？ちょっとお客様。何ですか？今って学生さんですか？違いますけど。はいはいはい。ですと不正乗車ですよ。え？何がですか？お客様の使った定期は通学定期ですよね。ああ、はい、弟のです。なるほど。ただ兄弟であってもその定期券に記されている名前ご本人様しかその効力は使えません。へえ、知らなかったです。本来ですと罰を含めまして数十万円の罰金になりますが、まあ今回は故意ではなさそうですので、通常運賃を払って乗車してください。あ、ありがとうございます。弟さんにも言っといてくださいね。はい、マジで発動しときますわ。仲良くね。ご乗車ありがとうございます。ちょっとお客様いいですか？いや、なんでですか？ちょっと改札の調子が悪くてちゃんと印字されているかの確認です。大丈夫ですよ。いや、降りる時にご迷惑をおかけしますので。大丈夫です。子供の切符使ってますよね。え？ひよこが泣いてるの聞こえませんでした？ひよこ？何言ってるんですか？子供の切符を改札に通すとピヨピヨとひよこが泣く声が聞こえるんですよ。え？大人と子供の切符を見分けるためにそうなってるんですよ。ちなみに通る時のライトの色も変わってるの分かってますか？そんな。それでは不正乗車扱いとして大人の3倍運賃いただきますね。いや、それは勘弁してください。鉄道警察呼びますよ。払います。青春18切符ご利用のお客様、こちらへお願いします。2回目でお願いします。ありがとうございます。ん？2回目のところに穴が。インクを消した後もまさか。え？お客様。はい。ご利用は2回目ですか？はい。2回目のところに穴が開いていてインクを消した跡もあるんですが、これは何ですか？あー、1回目のがにじんじゃったんですかね。ではこの穴は駅員さんが間違えたんじゃないですか？駅員が間違えた場合はご入教員という印をつけます。その印がないということは違うと思いますが。え？切符に穴を開ける意味が分かってますか？知らないです。不正乗車の防止や使用開始の意味を持つんです。今回はその前者ですね。
まもなく鉄道警察が参りますので、お茶でも飲んでゆっくりしててください。違うんです、僕はそんなこと。お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。こうやって18切符の季節のたびにインクを消してまた使ってるんですよね。そんなことはしてないです。今回が認めましたね。豊橋拓庵社員取れますか。はい、豊橋拓庵です。光635室です。今グリーン車ご利用の男性のお客様なんですが、駆け込みで乗ってきたんですけども、カードしかないみたいなので車内精算ができないため、そちらでついてから精算をお願いします。はい、かしこまりました。すいません、金さん。はい、どうされました。精算お願いします。東京からお越しのお客様ですか。はい。ではここまで 12,650 円です。え、なんでそんな高いんですか。いや、お客様、ここまでグリーン席で来たんですよね。いや、自由です。あれ、先ほど車掌からグリーン席とお聞きしてるんですが。自由ですよ。ん、ちょっと待っててください。坂井助役、どうした。今精算できたお客様がグリーンで来たはずなのに自由って言うんですよ。ん、どうしたらいいですかね。あいつは不正の常習犯だ。え、毎回ああやって嘘ついてんだよ。ブラックリストにも載ってるはずだ。そうだったんですか、あいつは。お客様、早く清算してくださいよ。本当に自由席で来たんですか。そうですよ。こいつまだ嘘つくか。すいません、金さん。はい、この切符持ち帰ってもいいですか。いいですよ、初めてのグリーン席だったので記念にと思って。あれ、隣のおじさん、さっきはお茶こぼしちゃってすいませんでした。あ、いいよいいよ。ん、お客様、隣だったんですか。はい、それで僕がお茶こぼしちゃって。お客様、いや、今は兄ということは、よし、これでだいぶ電車賃浮いたな。だな、5時半にはそこ無人駅になるしな。ん、何の話だ。着いたぞ、このまま改札通り抜けるぞ。おう、切符を預かりします。え、なんで。おい、5時半から無人じゃねえのかよ。お客様、足りない分ちゃんと払ってくださいね。ああ、はい。ここまで来るつもりだったのに、なぜ初乗り分しか買わなかったんですか。いや、間違えました。さっき君たちの乗った駅から怪しい話をしていると連絡が来たんですよ。何にもしてないですよ。5時半に無人駅になるから電車賃浮いたなって。これは不正乗車ですよ。ああ、もう二度としないでください。で、追われるほど甘くないんですよ。はあ。140円140円。ん、よし、これで降りるときは定期使えば完璧だぜ。あの、駅員さん。はい、どうしました。岐阜までの切符ください。はい、お兄ちゃんは今何歳。8歳。では大人の半分の値段になるので990円です。細かくてごめんなさい。わあ、全部10円玉だね。頑張って貯めたの。うん、織田信長を見に行くの。わあ、楽しみだね。それじゃあこれ切符ね。ありがとう。あ、駅員さん。はい、足りない分の切符作ってください。かしこまりました。改札着いたら入場券渡すわ。了解。ん、あれ、お客様、入場券2枚入れました。え、いや、何か意図があるんですか。ないですよ、間違って2枚買っちゃって。なら返金しますよ。なんで言ってくれなかったんですか。140円ぐらいいいかなって思って。そんなことないと思うんですが、不正乗車の手助けをしようとしてましたか。え、入場券を2枚通して入り、どこからか安い切符で来た友人に渡して一緒に改札を出るつもりでしたか。いや、そんなこと。目が泳いでますよ。いや、違うんです。念のため警察に事情聴取をしてもらいます。スマホの履歴などはそのままにしておいてくださいね。うわー、ご了承ありがとうございます。ん、よし、うまくいった。すいません、西小堺からです。切符はお持ちでないんですか。どっかでなくしたのよ。こんな短い距離でなくすか。ちょっと待っててください。どうも、豊橋拓庵です。こちら西小堺、どうされました。さっきそちらで改札通った人いましたか。今日は朝から誰も来てないですね。ありがとうございます。お客様。なんだ、おかしいですよね。今日は西小堺は朝からお客様がいなかったみたいです。そんなはず。お客様が幽霊か透明人間だったら納得できるんですけどね。困りましたね。困ったことはおまわりさんに相談しましょうか。許してくれ。